築地市場の移転問題で現在地での再整備が可能かどうかを検討している都議会の委員会が開かれ、委員会側が提案した4つの案に対する都の調査結果が話し合われました。調査の報告は先月末に建設費用について議論されたのに続いて2回目です。今回は主に工事期間について討議されました。都側から4つの案の工期は最短11年から17年かかり、さらに業界調整などで5年以上かかる見込みが説明されました。業界との調整は土壌汚染リスクがある豊洲のような期間を要しないのでは。豊洲と比べて工期が長期にわたっていること、また建設費が割高であり、業界負担が高くなる恐れもあることなどから、業界との調整には慎重な対応が必要というふうに考えております。自民党議員からは、老朽化した現在の建物は工期の長期化に耐えられないと、早期の豊洲移転を求める意見もありました。